ここまで登り詰めるなんて誰が想像しただろうか。これは罠。この恨み必ず果たしてやる。徳川家康。本日は徳川家康をご紹介します。徳川家康といえば、戦乱の時代を終わらせ約260年間も続いた平和な江戸時代を築いたことで有名です。野望の赴くままに突き進んだ織田信長や豊臣秀吉とは異なり、徳川家康は焦らずじっくりと人生を歩み、ようやく60歳を過ぎてから征夷大将軍となり江戸幕府を開きました。我慢強いイメージで知られる家康ですが、実際はどのような人生を送ったのでしょうか。本日は家康の人生の歩みを探っていきます。出生1542年天文11年、三河の国、現在の愛知県東部で元気な赤ん坊が生まれました。男の子じゃ。そなたはやがて我が松平家を継ぐ者、武千代と名付けよう。父親の松平広忠は松平家第8代当主で、母親は水野忠政の娘太子です。水野忠政は尾張の国、現在の愛知県西半部の大名で、政略のために娘の太子を松平家に嫁がせていたのです。水野忠政が1543年に亡くなると、太子の兄信元が水野家の家督を相続しました。やっと私の時代が来た。知多半島に進出したいが、そのためには尾張の国の織田氏と友好関係を結ぶ必要がある。父上は駿河の国の今川氏と関係を深めていたが、これからは今川氏ではなく織田氏と仲良くしておこう。水野信元は織田氏と同盟を結びます。これによって松平家と水野家の関係も壊れることとなりました。実は松平家は今川氏に庇護されており、その今川氏は織田氏と敵対関係にあったのです。水野信元が織田氏と同盟を結んだことにより、松平広忠は妻太子との離縁を決意します。水野家が織田家と同盟を結んだ以上、お前を家に置いておくことはできない。そんな、まだこの子は3歳でございますのに。お前をこの家に置いておくと今川家との関係が悪化する。やむを得ないのだ。分かってくれ。母上様、行かないでください。1544年、松平広忠は太子と離縁しました。政略結婚によって結ばれた二人は、政略によって別れることとなったのです。人質時代。1547年、天文16年、織田信秀が松平家の拠点岡崎城を攻め込みます。松平広忠は今川義元に助けを求めます。今川様、織田が攻め込んできました。助けてください。よかろう、そちらに兵を送ってやろう。しかし、ただで援助するわけにはいかないな。と申しますと？そなたの嫡男をこちらに渡すのじゃ。今川義元は援軍の見返りとして竹千代を人質にすることを要求しました。竹千代はまだ数え年で6歳。幼くして母と別れ、続いて父とも別れることになろうとは、なんと哀れな子であろうか。安光よ、
竹千代を無事に駿府まで送り届けておくれ。かしこまりました。竹千代は岡崎城を出発すると船で駿府へと向かいました。竹千代様、私が無事に送り届けて差し上げますからね。安心してください。ありがとう。竹千代はまだ子供だ。私の魂胆がわかるはずもない。こちらの方向で本当によろしいんでしょうか。駿府なら真逆の方向だと思うのですが。うるさい、黙れ。こっちだ。実は戸田康光は織田家に寝返っており、竹千代を駿府の今川家ではなく尾張の織田家に届けようとしていました。戸田康光は織田氏と内通していたとも、あるいは戦艦門という額で竹千代を売り飛ばしたとも言われています。また最近の研究では、実は今川家と織田家が協力して戸田家と松平家を攻めており、降伏した広忠本人が竹千代を織田家に送ったのではないかとも言われています。竹千代は2年間を織田家で過ごした後、今川家と織田家との間の人質交換によってようやく今川家へと向かいます。この時にはすでに父の広忠は死去していました。1555年弘治元年、竹千代は元服し、次郎三郎元信という名前に改名します。さらに2年後には元康という名前に変更。今川義元の姪の瀬名、築山殿を妻に迎えます。元康が徳川家康と名乗るようになるのはもっと後になってからなのですが、この動画では分かりやすさのために徳川家康という呼び方で統一します。独立。1560年、桶狭間の戦いが勃発。この戦いによって家康の人生は大きく変わります。敵は織田信長、まだ20代の若輩者だ。しかも兵力はわずか2000とな。こちらは25000。負けるわけがあるまい。俺はまだ戦の経験も少ないし、軍事力でも劣っている。きっと今川は俺を見くびって油断しているはずだ。よく計画を練れば俺にも勝ち目はある。織田信長の予想通り、今川義元は隙だらけでした。義元が桶狭間山で休んでいるという知らせを聞いた織田信長は、一気に桶狭間山を駆け上り、今川氏を倒してしまいました。家康は今川軍として出陣していましたが、ちょうどその時は大高城で待機していたところでした。私は水野信元様からの命令で重大な知らせを伝えに参りました。今川義元は織田軍に撃たれました。織田軍はこの城にもいずれやってくるでしょう。今すぐ逃げてください。なんということだ。まさか今川軍が敗れるとは。そなたは今回の戦で織田家についているにもかかわらず、敵の私にそのような知らせを届けてくれるとは。信元様はあなたの母上様のお兄様ですから。感謝する。そうは言っても本当かどうかわからないぞ。自分の目で確かめないと。家康は浅井からの知らせを受けてもすぐに退却の決断を下すことはなく、まずは自分で本当に今川軍が敗北したのかどうかを確かめました。そしてようやく夜中になってから退却を始めます。
どうやら本当に今川軍が負けてしまったようだ。退却するしかないが、どこに行こうか。駿府城ではないのですか？奥様も心配しているでしょう。いや、私は岡崎城へ向かう。岡崎城？あなた様がお生まれになった城に戻るのですか？駿府城へ帰られた方がよろしいのでは？幸い義元様はすでに息子の氏真様へ家督を譲っておられますし、義元様が亡くなったからといって今川家が滅びるというわけでは。いや、これはチャンスだ。幼い頃から人質の身であった私がようやく独立できるかもしれない。無茶な。岡崎城には今川軍の生き残りがいますぞ。我々が駿府城ではなく岡崎城へ向かえば、今川軍と勝ち合い新たな戦となるかもしれません。そんなことは分かっておる。大樹寺で時間を潰してから岡崎城に向かおう。岡崎城に残っている今川軍はそのうち駿府に帰るはずだ。今川軍に捨てられる城ならば私がもらってやろう。こうして家康は今川家から独立し、水野信元の仲立ちによって信長と交流を深めました。やがて家康は今川氏と縁を切り、信長と清須同盟を結びます。さらに名前を家康に改名しました。織田信長の背中を追いかけて、1564年には三河一向一揆を鎮圧し、三河の国を統一します。1566年、永禄9年、朝廷から15位下三河の神に任じられたことがきっかけとなって、征夷を松平から徳川へと変更しました。この時をもって彼は徳川家康となったのです。1570年に織田信長と浅井長政、朝倉景武との間で起こった姉川の戦いでは、家康は織田軍について戦います。織田軍は苦戦したものの、家康の遠い側妙な行動によって結果的に勝利を収めました。独立し順調に進んでいたかのような家康の人生に危機が訪れます。それが1572年の三方ヶ原の戦いです。織田信長と対立した室町幕府第15代将軍足利義昭は、甲の虎と恐れられた武将武田信玄を頼り上洛を目論みます。打倒信長。信長を倒すため反信長連合信長包囲網を作ってやったぜ。家康、ユーも信長包囲網に加わっちゃいないよ。お断りします。進軍じゃ。二俣城を陥落させた。次はどこに行こっかな。次に武田が侵攻するのはきっと浜松城に違いない。籠城して迎え撃て。家康は信玄の次の狙いが浜松城だと予想を立てましたが、武田軍は意外なことに浜松城を素通りしてしまいました。武田軍は三河の国方面へと進路を変えました。なんだと？武田軍を追え。奥川軍は武田軍を襲うため城から進軍します。かかりよったな。これは罠。本当の目的はお主をおびき出すことじゃ。家康が武田の真意に気づいた頃にはもう手遅れで、武田軍の攻撃によって家康は数多くの優秀な部下を失ってしまいました。家康は命からがら浜松城へと逃げ帰ります。この恨みいつか必ず果たしてやる。そう誓った家康でしたが、
翌1573年に武田信玄はあっけなく病死。家督を継いだのは息子の勝頼でした。1575年武田勝頼が長篠城を攻めたことが引き金となり、織田徳川軍と武田軍との間で戦が起こります。これが長篠の戦いです。武田軍は武田名物の騎馬軍団を引き連れてやってきましたが、信長は鉄砲の連射と馬防柵という戦略を編み出し、見事武田軍を打ち破りました。秀吉に心中。そのまま天下を統一するかのように思われた織田信長でしたが、1582年に家臣明智光秀の謀反によって命を落とし、帰らぬ人となりました。家康は混乱のどさくさに紛れて、三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の五国を手に入れます。信長の死後、織田家の後継者を決める清須会議が行われます。清須会議では、信長の孫にあたる三法師、織田秀信を後継ぎとすることが決定しました。しかし、羽柴秀吉らはこの決定をひっくり返し、信長の次男、信雄を後継者として擁立します。俺が次期天下人だ。信雄様の行動は目に余る。この間も謀反を企てたと言って、三人の家臣を殺したそうだ。こうなったら、信雄様と戦うしかあるまい。織田信雄と羽柴秀吉の対立は深刻になり、こうして勃発したのが、小牧・長久手の戦いです。徳川家康は、織田信雄の味方につきました。織田徳川軍と羽柴軍の間には、大きな軍事力の差がありましたが、家康はこのハンデをものともせず、秀吉の作戦を見抜いて秀吉軍の名武将たちを討ち取ります。勝てると思ったのに、このままでは無駄に長引くだけだし、家康は手強い。こうなったら信雄に講和を申し入れよう。オッケー。信雄様が講和を結んでしまった。これでは私が戦う意味がなくなってしまう。三河に帰ろう。信雄はちょろいな。それに比べて家康の手強さよ。家康を従わせる方法はないものか。秀吉は家康を懐柔するため、妹の旭姫を上なりとして、そして実の母親の大政所を人質として家康に送り込みます。ここまでされてはもう秀吉に従うしかないではないか。家康は大阪城にて豊臣と改姓していた秀吉に謁見し、心中を誓います。その後小田原征伐でも活躍して豊臣軍に勝利をもたらします。よくやった家康。褒美として関東の八カ国を与えよう。ありがたき幸せに存じます。ただそなたがこれまで治めていた五国は没収する。そなたは江戸で城でも築くがよい。これで家康を遠ざけておける。こやつは危ないからな。用心用心。この猿、江戸だって？ただのだだっ広い草原じゃないか。そんな場所を私に与えるなんて、受けて立ってやる。家康様、関東の土地をいただいたそうですね。もちろん鎌倉に住まわれるんですよね。鎌倉といえば、家康様が尊敬する源頼朝公が鎌倉幕府を開かれた場所。実はこの私めも頼朝公のファンでして、頼朝はわずか13歳で父上の義朝と共に平家との戦に臨み、
残念なことに負けてしまわれ、その敗走中に父上は殺され、頼朝もあわや処刑されるかと思われたところで命を救われ。あ、いやいや、小田原ですよね。ご北条氏のおかげで栄えていますし、住みやすそうですよ。いや、私は江戸に城を作ろうと思う。というわけで、弟君である義経公を殺し、涙涙の末にようやく鎌倉幕府を開かれ。え、江戸ですか？あんな何もない土地に無茶です。そうだ。江戸は確かに今は何もないが、よく考えると海や川があるから物資の流通にもってこいの場所なんだ。きっと大都会になるに違いない。水を制する者は天下を制す。現代の私たちからすると想像もできないことですが、当時の江戸はまだ開けておらず、家康ほどの有力者が君臨する土地とは考えられていませんでした。家康が江戸を拠点とすることを告げると、家臣たちはひどく驚いたそうです。関東に移った徳川家康は、江戸を開拓するとともに、武田家や北条家の家臣を迎え入れ、着々と天下統一の準備を進めていきます。1598年に豊臣秀吉が亡くなると、家康は秀吉の遺言によって御大老に就任しました。家康は秀吉の遺言を破って大名同士の政略結婚を行うなど、好き勝手に自分の政策を進めていきます。そんな家康に反感を抱いたのが、秀吉の中心であった石田三成でした。家康のやつ、秀吉様が亡くなったからっていい気になりよって。上杉景勝が謀反を起こすかもしれないぞ。討伐軍を結成して会津へ向かえ。なんだと？もう見過ごしてはおけん。こちらも出陣だ。かかったな三成。会津への進軍は中止だ。昔は私も武田の罠にかかったものだが、今度は私が仕掛ける側だ。敵は三成、討伐せよ。こうして天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いが始まりました。我が西軍の方が数では勝っている、勝ち目はある。おかしいぞ、小早川や吉川が動かない。どうしたんだ？西軍の大谷隊を襲撃せよ。どういうことだ？まさか小早川が裏切るなんて。ははは、諸大名に手紙を送っておいた甲斐があった。160通以上も書いたんだ。手が疲れたわ。家康は事前に大名たちに手紙を送り、西軍の武将たちとも連絡を取っていました。この手紙作戦が功を成し、関ヶ原の戦いではわずか6時間で東軍の勝利が決定したといいます。戦いに敗れた三成は処刑されてしまいました。ついに天下統一。1603年、慶長8年、家康は征夷大将軍に任命されます。こうして江戸幕府が開かれました。ついにこの私が天下を取った。人質だった私がここまで上り詰めるなんて、一体誰が想像しただろうか。しかしまだ安泰ではない。まだまだすべきことがある。家康は征夷大将軍に任命されてからわずか2年後に息子の秀忠に将軍職を譲ります。将軍職は息子に引き継いだ。豊臣家には政権を渡さないぞ。これからもこの世は我が徳川家のものだ。秀吉が死んだとはいえ、家康はまだ豊臣家を警戒していました。豊臣家や豊臣の家臣たちが軍資金を他のことに使うように仕向けつつ、戦の機会を待ちます。そして
日は熟しました。なんだこの文字は、国家安康君臣崩落だと。私の名前家康を引き裂いた上、豊臣が君主になって繁栄すると書かれている。これは徳川家への呪いだ。1614年、豊臣秀頼が父秀吉の供養のために宝光寺を再建し、釣り鐘も作りました。その釣り鐘に記されていた国家安康君臣崩落という文言に家康は文句をつけたのです。これをきっかけに大阪の陣が始まります。むむむ、真田丸は手強いぞ。とりあえず大砲を打ち込め。真田幸村、真田信繁が大阪城に築いた出城を前に、なかなか思うような攻撃ができなかったため、家康は大砲を打ち込んで秀頼の母淀殿を脅すことにしました。家康の作戦は成功し、怯えた淀殿は不利な条件での講和を受諾します。講和条件として大阪城の外堀を埋めさせた。これで大阪城を攻めることができる。1615年夏、家康は再び大阪城を攻めます。豊臣軍はなすすべもなく敗北。秀頼と淀殿は自害し、豊臣家は滅亡してしまいました。こうして家康はついに正真正銘の天下人となったのです。その後家康は受け所法度や一国一条例を制定し、江戸幕府の基礎を固めていきました。食事に気を使い、運動を心がけるなど、健康維持に励んできた家康でしたが、1616年、鷹狩りの最中に倒れます。家康は、そのまま約3ヶ月後に亡くなりました。死因は、胃がんだったと言われています。享年は、満73歳。大往生でした。終わりに。いかがでしたでしょうか。家康は、優れた名武将たちの姿を追いかけ、時に敗北を喫しながらも、そこで得た教訓を胸に刻み、着々と天下統一への駒を進めていきました。ゆっくりと粘り強く、着実に物事を進めていったことが、成功のポイントだったのではないでしょうか。やっぱり家康ってすごい、自分の生き方の参考にしたいと思った方は、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。